はいどうも、大谷です。本日はですね、マーケティングで使える6つの心理学というテーマで動画の方をお送りしていこうかなと思います。はい、まあ、マーケティングについてはですね、後ほど定義するんですけれども、まあ、今回このテーマで動画撮影していこうと思います。はい、対象者としましてはマーケティング力を高めたい方ですね。はい、ただマーケティング力を高めたいって言われてもあんましっくりこないでしょ。マーケティングってそもそも何みたいなっていうところにですね、ちょっとハテナマークついてる方もいると思いますので、マーケティングにちょっとついて定義しようと思います、ね、でないとこれ以降の講義聞く意味なくなっちゃうのでね、うん、でマーケティングって何かっていうと、買いやすくする活動全般のことを言うわけですね。はい、これがマーケティングになります。じゃあ買いやすくするための活動って一体何なのかってことについて解説しますね。あ、ちなみにね、マーケティングをしてセールスをする、まあ営業ね、するっていうイメージです。なのでこの買いやすくするっていう活動をしないとセールスがきつくなってくるんですね。はい、というイメージでございます。はい、じゃあマーケティングって何かっていうと調査ですね。はい、まあ、まず商品サービスを作る上で基本的にですね、どこの企業もそうなんだけど調査するわけですよね。はい、今から作ろうと思ってる商品サービスが市場で受けるのかみたいなね、そもそも需要あんのみたいな、そういった調査ですね。そして次、商品設計、商品作って、でそれをプロモーションするために広告を打つということですよね。まあ、SNS でさ、Twitter とかでもいいけど、まあ、リツイートいっぱいもらおうとかね、いいね数いっぱいもらって拡散させようとかね、であとは実際に Google にお金を払って広告を打ったりとかでする活動、これら全般っていうのが実はマーケティングと呼ばれるものなんですね。はい、でそうすることによって、これのちょうど解説します。 PV 数、すみません、率って書いてあるけど PV 数ね、 PV 数、クリック率、そして制約率っていうのを上げることができるということなんですね。はい、じゃあこの PV 数とかクリック率とか制約率って一体何を指すのかっていうと、簡単に言うとこんな感じ。うん、ブログとか SNS でもいいですよ、のアクセス数のことですね。まあ、YouTube とかでだったら視聴回数に当たりますね。はい、まあ、ブログのアクセス数を上げて、でブログのアクセス数を上げながらボタンのクリック数、これ何かっていうと、例えばセミナー参加はこちらみたいな感じでこうボタンがあったりするじゃないですか。そのボタンのクリック率ですね。正式名称で言うと CTR とかって言い方するんだけど、クリック率で大丈夫。うん、まあ、ボタンのクリック率を上げたりとか、であとはセミナーの決済ですね。実際にセミナー参加しますって言って、そのオンライン上でお金を決済すると、うん、いう確率、うん、まあ、これでは3つを上げることができるわけですよね。はい、だからマーケティング力ってめちゃめちゃ高める必要があるわけですね。はい、で今回はですね、これらを高める活動全般のことをマーケティング力で統一しますね。はい、なので僕がマーケティング力って言ったらこれらのことだと思っておいてください。はい、ブログのアクセス数を上げたりとか、ボタンのクリック数を上げたりとか、セミナーでの決済率、うん、セミナー決済率を上げたりとかみたいな感じですね。これらを高めていく活動のことをマーケティング力で統一していこうと思います。はい、 OK ですかね。うん、なので今回はもう一回言うと、ね、この動画を見ることによってこれら3つの、まあ、ブログのアクセス数、まあ、もう一回 PV 数を上げたりとか、クリック率を上げたりとか、制約率を上げたりするための方法についてお伝えする動画となってます。なのでオンラインでですね、何かを直接販売していたりとか、あとはセミナーでのですね、その出席率を上げたりとかね、はい、であとそれこそね、クリック率を上げたりとか、実際方はぜひ最後までご視聴いただければなと思っております。では本題いこう。はい、ではですね、影響力の武器って知ってますかっていう質問からスタートさせましょう。知ってます？これ影響力の武器って、まあ、めちゃめちゃ有名な本なんだけれども、こちらですね、うん、こちら、これが影響力の武器という本ですね。はい、まあ、これちょっと詳しく解説するんですけど、はい、著者はですね、ロバート・チャルディーニさん、社会心理学者の方なんですけど、ロバート・チャルディーニさんという方が執筆した本がこの影響力の武器という本ですね。はい、で内容としましては6つの心理学について書いてあるわけですね。はい、まあ、大きく分けると、世の中には6つの心理学があると、でこれを使うことによって人を動かすことができるよみたいな、まあ、そういった本になってます。まあ、結構ね、論文とか、まあ、結構分厚いんですけど、論文とかですね、まあ、いろんな研究だったりとかがこう書かれているような、まあ、そういった割と、まあ、言ってることは簡単なんだけど、まあ、難しく書かれてるかなってイメージ、はい、まあ、なので興味ある方はですね、まあ、ぜひ読んでみるのもありなんじゃないかななんて思っております。はい、まあ、ではですね、続きいこうと思うんですけど、この影響力の武器では先ほどもお伝えしたんだけれども、人を動かす6つのトリガーがあるんだというふうなことを言ってるんですね。はい、でそのトリガーを引くことによって人の本能からですね、行動させることができるよという本なんですよ。はい、なので人間のですね、その根本的本能を動かすような、
うん、そういった心理トリガーっていうのがありますよという本ですね、うん、これが影響力の武器と言われるものなんですね。じゃあこの6つのトリガーって一体何なのかって話をしようと思うんですけど、こちらになってます。はい、まあ、僕のねブログとか YouTube 見てる方は、まあ、知ってるよって方多いと思うんですけど、今回は、ね、今まではね結構営業に応用する方法をお伝えしてきたんだけど、今回はマーケティングに応用する方法ですね、まあ、それについて解説していくという動画になってます。はい、一つ一つ言うと、偏方性の原理、コミットメントと一貫性の原理、3つ目社会的証明、うん、4つ目行為ですね、5つ目権威ですね、で6つ目が希少性と呼ばれるものですね。でこのそれぞれのトリガーをですね、あのマーケティングに応用するための方法、まあ、つまりもう一回繰り返しますね。もうこれで最後ね、はい、言いますね。 PV 数を上げる、クリック率を上げる、うん、制約率を上げる、うん、そのための、6つのトリガーについてご紹介、それぞれご紹介していくという感じですね。はい、まあ、一つ一つ見ていきましょう。はい、偏方性の原理からいきましょう。偏方性の原理ってのは何かっていうと、これ僕の大好きな心理法則ですね。はい、何かをもらったらそのお返しをしなければならないと感じる心理、これが偏方性の原理と呼ばれるものですね。バレンタインを想像してください。女子からバレンタインデーにチョコをもらったら、ホワイトデーに何かお返ししなければならないという義務みたいなものを背負いますよね。これが偏方性の原理と呼ばれるものですね。はい、じゃあこれをどういうふうにマーケティングに応用していくのかというお話をしていきます。はい、それはフリー戦略というものを使うのがおすすめですね。はい、フリー戦略って一体何かっていうとですね、無料で与えることで後からそれ以上のお返しが返ってくるみたいな、そういった戦略なんですね。はい、まあ、なのでデパ地下とか想像してみてください。デパ地下ね、デパ地下って、まあ、おばちゃんとかがね、こう肉、はい、肉食べて食べてみたいな感じでね、あの爪楊枝で刺してこうあげるじゃないですか。はい、一切れの肉がですね、最終的にどう変身するのかっていうと、あの1パックの肉を購入するみたいな、まあ、そういった購買行動につながるわけですよね。これっていうのがフリー戦略です。なのでデパ地下って想像してください。はい、でこれはもちろんですね、マーケティングにも応用できる、まあ、もちろんデパ地下もマーケティングなんだけれども、まあ、オンラインとかね、まあ、そういったマーケティングにもこれ応用できるわけですよね。はい、何するのかっていうと、無料で情報を与えまくるということをするんですよ。うん、まあ、例えば僕だったらね、ブログだったりとか YouTube だったりとかで、まあ、自分で言うのもちょっとあれですけれども、割と有料級の情報っていうのを僕は発信してるつもりなわけですね。はい、でその無料でですね、情報を与えまくると、質のいい情報っていうのを与えまくると、一体どうなるのかっていうと、あの信頼されるようになるんですよね。まあ、例えばですね、今これね、動画僕流してですね、あの有料級の情報分かりやすくこう伝えようとしてるんだけれども、まあ、僕の動画を見てですね、感動してくれた方っていうのは、 ありがとう大谷っていう風にですね、なるわけですよね。でこんなね、あの信頼できる情報を与えてくれる大谷大好きみたいな感じになるわけですよ。はい、あの見てるあなたからするとなんか嫌な話だけどね、はい、という感じになるわけ、信頼されるわけですよ。うん、でそうすることによって、まあ、僕のねオンラインサロンに入ってくれたりとか、入れと言ってないからね、はい、あと飲みコンサル、まあ、ちょっと僕特殊なコンサルやってるんだけど、飲みコンサルやったりとか、あとは個別サポートですよね、のあの無料面談とかね、まあ、そういったところにこう来てくれるようになるわけですよ。はい、まあ、つまりフリー戦略によって信頼してくれるようになって、最終的にですね、あのオンラインサロンだったりとか飲みコンサルだったりとか、あの個別サポートだったりとかの申し込みが増えるよということなんですね。はい、まあ、結論をお伝えすると、情報をですね、その出ししぶり、うん、出し惜しみするなということなんですね。はい、まあ、よくですね、情報をな書こうとする人いるんだけど、まあ、割とね現代ではそれ無意味だと僕思ってるんですね。ちょっとすみません、話それるかもしれないだけれども、というのもですね、まあ、今情報の質っていうのが結構もう均一化、まあ、これ正式名称で コモディティ化とかって言い方するんだけど、今結構コモディティ化されてるわけですよ。だからもうなんだろうな、誰が言ってる情報っていうのも割と質一緒だったりするんですよね。はい、で質が一緒なのであれば、あのもう出しちゃってよくないっていう僕発想なんですよ。うん、でじゃ あのセミナー来たりとか、ね、個別コンサル受けたりとか、オンラインサロン入ったりとかっていうところに、あの参加するメリットとしては別の価値っていうのを与えてあげる必要があるわけですよね。はい、なので情報の質とかで勝負するんじゃなくて、サポートで勝負していくみたいな、まあ、そういった時代になってますので、まあ、あの情報っていうのを出し惜しみすることなくですね、あのボンバンバンバン配信した方が僕はいいと思います。その方がね、あの信頼獲得できるので、うん、ということですね。はい、これが偏方性の原理のお話になります。はい、2つ目いこう。2つ目はコミットメントと一貫性の原理と呼ばれるものですね。はい、まあ、これ何かっていうとですね、あの人間っていうのは行動発言と一致した、まあ、態度を取るようになるという心理法則が、このコミットメントと一貫性の原理ですね。はい、まあ、例えば人に目標を言うとさ、あのどうしても達成したしなきゃとかさ、あと達成できなかった時にクソなんで達成できなかったんだみたいな、まあ、そういったモヤモヤ感みたいなの出るじゃないですか。これがコミットメントと一貫性の原理です。はい、つまり人に目標を言うことによって社会的なプレッシャーを浴びると、でそうすることによってそれが行動に影響を与えるというのが、このコミットメントと一貫性の原理と呼ばれるものですね。はい、じゃあこのコミットと一貫性の原理をマーケティングに応用する方法についてお伝えします。でそれは質問を投げかける、
っていうのがすごく重要なんですね。はい、質問投げかけるってこれ一体どういうことかっていうとですね、相手からイエスを取るための質問を投げかけるってことなんですね。はい、まあ、後ほどね具体例解説するんだけれども、質問投げかけました。でそうすることによって相手からイエスを取ると。でこのイエスっていうのは基本的には心の中のイエスね。ブログだったりとか YouTube、うん、例えば僕今 YouTube でね、あのここで動画撮ってるけれども、そう、YouTube での情報発信って重要だと思いませんかみたいな感じで質問投げるわけですよ。そうすることによって今の現代だと多くの人がはいって心の中で言うわけだよねっていうイエスね、うん、でそうするとそれと矛盾しない行動を取らせることができるようになるよっていうのがこのコミットメントと一貫性の原理なわけですね。はい、ただこれだけ言われてもイメージ湧かないと思うので、ちょっと具体的に解説していこうかなと思います。はい、まあ、例えば僕ね、ブログと YouTube でこう情報発信してるんだけれども、まあ、大体ですね、ブログだと文章中の中、YouTube だと動画の中で結構質問っていうのをするようにしてるわけですよね。はい、まあ、例えばどんな質問するかっていうと、まあ、具体で見ていきましょう。今よりもさらに売り上げを、まあ、作りたい、上げたいと感じていませんかみたいな感じですね。まあ、比較的こうイエスが取りやすいような、まあ、そういった質問になってるんですけれども、まあ、こういった質問をですね、まあ、動画内およびブログ内ですると、まあ、イエスで大体取るわけですよ。言ってくれるわけですよね。はい、で次さらに即決で契約できるようになりたくないですかみたいな感じで質問するわけですよ。でこれ望んでることじゃないですか、誰しもがね。営業とかだと特にこう即決の契約で望んでるじゃないですか。はい、ってなってくるとイエスって心の中で言うわけですよ。ブログと YouTube でね発信してる際ね。はい、直接会ってる時は別に直接言えばいいからね。はい、でイエスと取ると。でその後にですね、そのお悩みを解決したいのであればこちらをクリックみたいな感じでですね、例えばセミナーの誘導だったりとか、個別面談への誘導だったりとか、オンラインサロンへの誘導だったりとかっていうことをすると、実はですね、これ制約率っていうのが非常に高くなるわけですよ。はい、でこれもう一回ちょっと振り返って解説するとですね、まあ、例えばここね、今よりもさらに売り上げを作りたいと思いませんかって言ってイエスですよね。はい、で即決で契約、ね、取れるようになりたくないですかって言ってイエス取りましたよね。はい、ってことはそれと矛盾しない行動をあなたは取ろうとするわけですよ。つまり心の中でのイエスと矛盾しない行動を取るようになるんですね。はい、そうすると僕がね、その悩みを解決したいのであればこちらをクリックって言ったら、ね、それと矛盾しない行動、つまりここに参加する、セミナーに参加する、個別面談を申し込む、うん、オンラインサロンに申し込むという矛盾しない行動を取りやすくなるんですね。はい、まあ、つまりコミットメント、相手からイエスを引き出すことによってそれと矛盾しない行動を取らせることができるから制約率が高くなるよねというのがこのコミットメントと一貫性の原理なんですね。はい、なので必ず質問を投げかけるようにしましょう。で特に質問に関しましては多くの場合イエスが取れるような質問ね。はい、そういった質問コツ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 、まあ、こればっかりするとうざいから、コツ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 文中およびこのね YouTube の動画内でね、この質問を投げかけることによってイエスをコツコツ取っていって最終的に大きなイエスを取っていきましょうねというお話ですね。はい、まあ、これかなりですね意識していただければなと思います。ブログとか特にそうなんだけど、結構ねなんか質問なしでダーって書いちゃってる人多いんですよね。はい、でもったいないなって僕すごく思っていて、僕のねブログとかチェックしていただければなと思うんだけど、僕のブログとか基本的には質問から始めていたりとかね、あと文中の中にもこう質問をちらほらこうね散りばめていたりとかってしてますので、まあ、ぜひ参考にしていただければいいんじゃないかなと思います。3つ目いこう。3つ目は社会的証明ですね。はい、社会的証明って何かっていうと、マジョリティの意見に従いたがるという心理なわけですね。はい、まあ、具体で言うとスマホですね。はい、まあ、スマホってね多くの人がまあ機能とかで変えたわけじゃないんですよ。まあ、ガラケからスマホに変えてる人多いんだけれども、それは周りが持つようになったからスマホに変えてるんだよね。だからスマホの方がなんか便利そうだからとか生産性が上がりそうだからつって変えてる人ほとんどいないんですよ。はい、周りが変えたからじゃあ私も変えようって言って、まあ、そういったプレッシャーですよね。社会的プレッシャーを浴びて行動しているわけだよね。でこの社会的証明、社会的プレッシャーを使った方法を今からお伝えします。うん、じゃあ社会的証明をですねマーケティングに応用した応用する例をですねご紹介しようと思います。それは多数派の規範に注意を向けさせるというものですね。はい、これ多分意味わかんないと思うんですよ。多数派の規範に注意を向けさせる、うん、みたいな、うん、これ具体的に言うとこういうことなんですよ。多くの人は〇〇してますよということを文中および動画内で伝える、ただこれだけです。うん、そうすると社会的プレッシャーを浴びて、じゃあ私もっていう風になるんですよ。それが行動促進につながるわけですね。うん、具体例紹介すると、例えば成果を出している営業マンの多くが心理学を学んでいますって僕が言ったとしますよね。はい、するとじゃあ私も心理学学ぼって営業マンの方は思うわけですよ。わかります？これ
うん、まあ、つまりでその後にですね、心理学が学べるスクールはこちらみたいな感じでボタン設置すると、そのボタンを押したくなってくるんですよね、はい。まあ、つまりクリック率が上がるわけですよ。でさらに言うと、あの制約率っていうのが上がってくるわけですね。他にもですね、まあ、発展バージョンをご紹介すると、数字を使うのがこれ実はおすすめだったりするんですよ。先ほど多くの営業マンはって言いましたよね。それを数字を使って言うとですね、説得力がさらに高まってくるんですよ、うん。成果を出している営業マンの 90% が、まあ、これすみません、あの嘘だけどね、 90% が心理学を学んでいますみたいに言うわけですよ。すると、ね、あの具体的になるわけですよ。そうすることによって信憑性が高まるんですよね。多くの営業マンがって言われるよりも 90% の営業マンがって言われる方が、え、じゃあ私もやらないとっていう、その信憑性だったりとか説得力っていうのがめっちゃ高まるわけですよ、うん。なので、え、じゃあ私もびっくりマークが増えてるの分かります？そう、あの3つになってるんですよ、1つから。そうで、びっくりマークが増えるわけですよね。でそうすることによって、じゃあ心理学を学べるスクールはこちらですっていう言い方すると、ボタンのクリック率およびあのボタンをクリックした後の制約率っていうのが高まるよというお話なんですね。つまりマーケティング力が高まるということなんですね、はい。結論をお伝えすると、多数派の規範に注意を向けさせると、まあ、つまり多くの人はやってますよみたいな言い方をすると説得されやすくなるということなんですね、はい。 OK でしょうか。4つ目いこう。4つ目は行為ですね。行為、うん、まあ、これはね、普通にあの普段で使うような行為と全く意味は一緒なんだけど、まあ、あのこんな定義にしときました。行為を感じた相手に説得されやすくなるという心理法則、これが行為ですね、はい。友達からのお願いって断りづらくないですか？仲がいい人ほど、まあ仲がいい人ほどね、断れたりするって人もいるんだけど、まあ、やっぱね、あの、なんだろう、嫌われたくないから、ずっとこの関係を保ち続けたいからってことで、あの友達からの要求ってなかなかこう断りづらかったりしますよね。これなぜかっていうと、好意が働いてるからなんですね。相手に好意を感じてるから、ね、あの嫌われないためにその要求を飲んでしまうみたいな、まあ、そういった法則がこの好意になります。はい。まあ、あの好意をですね、マーケティングにあの使用する方法をお伝えしましょう。これ結構ね、意外なんですよね。意外だし簡単に使えるものなんですよ。はい。それが代名詞を使うというものなんですね。はい。例えば我々とかね、私たちとか、これ僕も結構使うんだけど、そう、あの我々はねとか、僕たちはねとか、うん、私たちはねみたいな感じで言うわけですよ。そうすることによって好意を感じてもらうことができるようになるんですね、はい。なぜかってところを一応お伝えしておきます。これね、喋るつもりなかったんだけどね、はい、一応お伝えします。なんで代名詞使うとね、まあ、それだけあの好意を感じてもらうようになるのかということですね。それはそれ、内集団非規制っていうのがこれ実は高まるんですよね。何かっていうと、集団内にいる人をですね、人は優遇するんですよね、うん。で、あと集団外にいる人っていうのを冷遇するあの性質があったりするんですよ、はい。まあ、これ分かると思うんだけど、自分とね、こう似たような人っていうのに対してこう好意を感じるようになるし、自分とちょっと違う人っていうのはちょっとこう排除したくなるわけですよ。まあ、そういった心理ですね、が内集団非規制と呼ばれるものなんですよね、はい。まあ、つまりですね、我々はとかっていうことによって、この、 あの集団内にいるっていうことをですね、感じさせることができるわけですよ、はい。でそうすることによって、あの読者だったりとか、その動画の視聴者だったりは好意を感じてくれるようになるわけですね、はい。ということ、まあ、なのでしっかりとあの代名詞使うことがいいわけです。まあ、具体例紹介すると、例えば我々は売り上げを上げるためにも心理学を学ばなければならないと思いませんか、みたいな感じ、はい。つまり、ちなみにこれ気づいてる？学ばなければなりませんかという質問、これコミットメントと一貫性使ってますね、はい。つまりこれっていうのは、行為とコミットメントと一貫性の原理のダブルパンチってことですね、はい。2つの心理を使ってるってことね、うん。我々はっていうと、じゃあ私もそうだみたいな感じになるわけですよ、はい。で次、私たちは自らの手で幸福を実現できる力を持っています、そうは思いませんか、みたいな感じでも OK だし、であとはこれ、私たちは人間である限り性欲を切り離すことはできない存在なのですと、そう思いませんか、みたいな、うん。まあ、ちょっとした具体例をご紹介しました、3つほどね、はい。まあ、みたいな感じでですね、結論をお伝えすると、代名詞を使ってトークだったりとかライティングをすると、好意を感じてもらうことができるようになるわけですよね、はい。で好意を感じてもらうことができると、そこからですね、例えばセミナー参加こちらとかっていうと、あのクリック率だったりとか制約率っていうのを高めることができる、つまりマーケティング力を高めることができますよというお話でした。これが行為ですね、うん。5つ目いこう。5つ目は権威ですね。権威って何かっていうと、専門家の意見に盲目的になるという心理ですね。まあ、ちょっとこれ悪い言い方をしてるんだけれども、まあ、この説明の仕方の方が多分分かりやすいと思うので、こうしました。もう一回言うな。専門家の意見に盲目的になるという心理ですね、はい。まあ、具体例見ていきましょう、うん。例えば警察官とかね、医者とか、あとは弁護士とかの言うことってね、あのその中身っていうのを吟味しないですよね、うん。もう言われた通りにしませんか。
うん、本当はね、警察官だったりとか医者だったりとか弁護士とかも間違ったこと言ってる可能性あるわけですよ。にもかかわらず警察官じゃねえわ、警察官だからとかね、医者だからとか弁護士だからみたいな、そういった肩書きにで、盲目的になってしまうわけですよ。これが権威と呼ばれるものですね。はい、じゃあ使用方法、どうやってこの権威をマーケティングに使っていくのかと、今回2つ紹介します。うん、で1つ目ってのがなぜならという接続詞を使うというものですね。はい、このなぜならっていうのはですね、実は説得力をアップさせる効果があったりするんですね。まあ、心理学者のエレン・ランガーさんって方の研究だと、このなぜならっていう接続詞を使っただけで承諾率っていうのが 1.5 倍に上がるっていう研究があったりします。はい、まあ、なので侮れないですよね。だ主張したらその後にしっかりとなぜならっていうですね、接続詞を入れて、根拠を入れていくと、そうすることによって説得力がアップするよということですね。 1.5 倍ってすごいですよね。まあ、具体的な数字を言うとですね、エレン・ランガーさんの実験で言うと 60% だった承諾率が 93% になりました。はい、なぜならという接続詞を使うだけでね、はい、93% になりました。故に 1.5 倍に上がったと言えるいうことが言えるわけですね。はい、でちなみにですね、このなぜならを使ったフレームワークについて詳しく知りたい方はこちらの動画ですね。うん、最重要具体例たくさん、本当に具体例たくさん用意してますよ。この動画20分ぐらいの動画なんだけど、説得力が高まる最強のフレームワークっていう、この動画絶対見てください。うん、でこの動画使うだけで動画を見てですね、実践するだけで説得力むっちゃ上がるので、こちらね、今回の YouTube の概要欄の方に一応貼っときますね。うん、これもちろんライティングとかね、トークとかでも使えるので、まあ、応用めちゃめちゃ可能なので、僕なんかは基本的にはこれで喋ってます。このフレームワークに沿って喋ってるっていう感じですね。はい、でこの動画でお伝えしている内容がプレップ法って呼ばれるものなんですよ。はい、まあ、簡単に解説するとね、この順番で喋れということなんですよ。主張、理由、具体例、主張というこのステップで喋ると説得力が高まりますよっていう動画になってます。で、この動画ではですね、プラスアルファで反論とかね、うん、っていうところについてもちょっと触れたりしてるので、まあぜひですね、フレームワーク知りたいって方は先ほどの動画チェックしていただければなと思います。YouTube 概要欄です。はい、2つ目いきましょう。はい、権威をマーケティングに応用するための2つ目の例ね。2つ目は実績ですね。はい、まあ、僕なんかはこれよく使ってるんだけど、まあ、例えばセールスキャリアとかで言うと5年とかね。はい、まあこれがね、5年っていうのがまあいいのか悪いのかちょっと置いといて、自分のセールスキャリアっていうのを例えば伝えたりとかね、まあ多分5年って言えばさ、まあ結構長いなって評価されると思うんだけど、まあ例えば仮にこれがキャリアがね30年ですとかっていうと、うわこの人プロフェッショナルだなみたいな感じで盲目的になるわけですよね。はい、あと売上、まあこれが僕ね、起業家のプロデュースをした時の最大売上です。うん、320万円の売上を得ましたみたいなですね、まあ、そういったことを言うと、あこの人売れる人なんだみたいになりますよね。だから問題解決、例えば100名のお客様の問題を解決してきましたみたいな、あとはオンラインサロンがこれぐらいの規模のオンラインサロン持ってますとかね、はい、有料ノートがこれぐらい売れましたみたいなですね、まあ、そういった言い方もすると実はこれ権威につながったりするんですよね。まあ、もちろんキャリアとか売上とか問題解決とかその他もろもろいろんな権威の出し方があるんですけれども、簡単に言うと自慢ですよ。はい、自慢をすると、まあ、それだけですね、権威専門性を感じさせることができて説得力をアップさせることができるということなんですね。はい、まあ、なので自分のですね実績っていうのは積極的に伝えていった方がいいですよ。はい、OK ですかね。結論をお伝えすると、このなぜならとか実績っていうのを伝えていくと説得力を高めることができると、でそうすることによって、まあ、クリック率だったりとかっていうのを上げることができますよというお話ですね。はい、6つ目以降ラストですね。これが希少性と呼ばれるものですね。希少性って何かっていうと、その文字の通りで限定されたものに対して高い価値を感じてしまうという心理です。まあ、これも実はですね、希少価値のあるものに盲目的になってしまうっていう言い方もできるわけですね。はい、まあ、詳しく解説していくとですね、まあ、バーゲンとかがそうですよ。はい、まあね、普段欲しいと思わないようなものでもバーゲンセールですとかって言われると欲しくなっちゃいますよね。なぜかっていうと希少性が働いてるわけですよ。普段欲しくないのに例えば今だけ 50% オフとかって言われると欲しくなっちゃいますよね。これっていうのは価値が高まってるという言い方ができるわけですね。うん、じゃあ希少性をですねマーケティングに応用する方法について触れましょう。はい、それは数と期限を限定すると呼ばれるものですね。はい、まあ、これ普通です。発想としては普通の考え方です。もう一回言いますね。数と期限を限定すると呼ばれるものですね。はい、具体例見ていきましょう。例えばこれ良くない？ Facebook 広告とかでね、実は結構流れたりしてるんだけど、無料プレゼント、うん、今だけなんか有料級のね、無料のメルマガっていうのを無料で配布してますよみたいな、まあ、いつまでを無料でやってんねんみたいな感じなんですけど、そう、ずっと無料って言ってるでしょ。でもこの今だけとかって言われると本能が反応しちゃうわけですよ。え、今だけみたいな、だったらちょっと無料だしメルマガ取ろうみたいな感じで
メルマガをこう取るようになるわけですよね。そうで取った本人っていうのは上の人のリストになるということが起こるわけですよ、はい、なので無料プレゼント今だけとかっていうと、まあ、取りたくなるわけですよね、うん、なので今キャンペーンとかやってる方はぜひこれ使っていただければなと思います、ね、今だけ LINE アットでこのプレゼント受け取れますよみたいな言い方をするといいわけですよね。リストになるわけですよね、うん、あとモニターとかね、はい、まあ、ビジネス始めたての方、初心者の方とかはこれめっちゃ使えますよね、はい、例えばモニター価格でこれぐらいで今やりますみたいな、限定5名でこれだけ普段はこれだけのお金取ってるんですけど、まあ、例えば50万円のお金取ってるんですけど今だけなんと10万円でやりますみたいなですね、まあ、そういったモニター価格みたいなことをやると、じゃあ募集しようかなみたいな、購入しようかなって思わせることができるわけですよね、うん、あと価格上げますって、これ意外と盲点なんだけど、例えば、10名超えたら普段19,800円で商品してる例えばサービスってのを29,800円に上げますみたいに言うとですね、その機会を逃したくないからってことで制約率ってのをどんどん高めることができるわけですよね、はい、まあ、多くの人はですね10名超えてもね多くの場合は価格上げたりしないんですけどね、ずっとこの状態が続きます、はい、10名超えたら価格上げますとかね、はい、でずっと続いてます、うん、でも反応しちゃうわけですよ。やっぱり10名超えたらっていうと、じゃあ10名超えないうちに今から1キュッパで買わないとみたいな感じになるわけですよね、はい、だから盲目的になってるわけですよ。希少性恐るべしっていう感じですよね。特にこの権威と希少性ってめっちゃ恐ろしいんですよ、はい、トークだったりとかですねライティングでコロッと変わっちゃうので、はい、まあ最強のトリガーですよねこれね、ロバート・チャルディーニさん曰くね、うん、ということです。まあ、結論をお伝えすると、数と期限に限定性を持たせることで、その価値を高めることができて、まあ、それがですねクリック率だったりとか制約率を上げていくよというお話ですよね。はい、まとめに入りましょう。まとめると、今回この6つの心理法則についてお伝えしました。もう一回お伝えすると、偏方性の原理ですね、2つ目コミットメントと一貫性の原理で、3つ目社会的証明、4つ目行為、5つ目権威、6つ目希少性についてお伝えしていきました。はい、でもしもですねこれら6つの心理について詳しく知りたいよって方はですね、こちらの先ほどご紹介したですね影響力の武器読んでみるのもありなんじゃないですかね。まあ、ちょっと分厚いからね何とも言えないんだが、まあ、この動画で、ね、見ていただければいいと思うんだけど、うん、まあ、詳しく知りたいって方はねもちろんこの本読んでいただければななんて思っております。はい、もしもですねこの動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録の方をぜひともよろしくお願いいたします。ではまたお会いしよう。はい、どうも、大谷です。現在僕は2つのオンラインサロンを運営しております。1つ目が科学の営業塾。2つ目ってのが科学のビジネスサロン。これら2つのサロンはですね、月額1620円の低価格の結果にコミットしたオンラインサロンになっております。さらにはですね、今だけしかもらえない限定の特典なども用意しております。興味がある方はぜひ YouTube の概要欄の方をチェックしていただければなと思います。ではまたお会いしよう。